バタイスク市の紋章、バタイスクは、ロシア南部のロストフ州にある都市。州都ロストフなどの1 5トル南西、ドン川の対岸に位置する。人口は10万7438人。バタイスクの町、バタイスクの町は1769年に開かれ、1938年に市となった。バタイスクは、ドン川が、アゾフ海へと注ぐ、河口部にある重要な港町。 アゾフをクリミア半国の軍勢から守るための基地として建てられた。町の建設当時、1768年から1774年にかけてロト戦争が起こっていたが、この戦争以前はバタイスク周辺の地方はオスマン帝国に属していた。この地にあったオスマン帝国のバタイ要塞の名前から、ロシア語のバタイスクという地名が生まれている。 19世紀にはバタイスクは軍事的重要性は失ったが、ロシア中央部からクバン川地方へと向かう街道の途中にあることから経済的に発展した。1875年には北カフカスへ向かう北カフカース鉄道がバタイスクを通るようになった。1920年代、この町に建てられた最初の工場群に電力を供給するため、初めて電気が通った。 1927年には労働者地区になり、人口が5万人に達していた1938年には死となった。1931年には赤軍の飛行士訓練学校が設立され、その卒業生には宇宙飛行士のウラジーミルコマロフラがいる。1942年7月には赤軍とドイツ国防軍との間では大スクをめぐる激しい戦闘が起きた。 ドイツ軍はドン川を渡るための共闘法を築ききたカフカスへと進軍したがスターリングラードの戦いが赤軍の勝利に終わった後にバタイスクも奪還されたバタイスクをめぐる戦いで市民も多くが犠牲となった戦後は都市基盤の再建が急速に進み1950年代から1960年代にかけて市の規模も拡大しているバタイスクの産業の多くは 近隣の大都市ロストフなどの需要に応えるためのものである。その中には食品、繊維、建材、コンクリートなどの産業が含まれる。高速道路 M4 が通り鉄道の分岐点でもある。こうしたことから貨物や物流の拠点でもある。ありがとうございます。